今回のルートはフランクフルト経由のケプラビーク空港だよ。座席は最前列のビジネスシート。ランチはこんな感じでしたよ。ボリューミ本日の宿はレイキャビックという町にあるホテルアイスランドだよ。
ようやく到着。ああ疲れた。ここがホテルアイスランドだよ。